おはようございます。餌市場江崎津山部です。本日は、南伊勢町笹原浦海上釣り堀弁屋さんへ来ています。本日ご同行いただきますのは素材工房テスターの橋爪さんです。よろしくお願いします。お願いします。あともう一人、餌市場江崎津スタッフの渡辺さんです。よろしくお願いします。今日は海上釣り堀でいろんな魚、いけすにおる魚をみんな釣っちゃおうという感じで、渡辺さんもその辺は、ね、頑張っていただいて頑張ります。同じ餌吉スタッフなんで、はいはい、で今日は一日ね、弁屋さんでバナメイビいろんな餌ローテーションしながら釣っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さすがバナメイビ、我慢我慢我慢。よし、バクチョウ団子いい感じですね。大きな、大きな、もう来た。テレビよ、ほんとテレビよだよな。めっちゃええ日。バケットマウスを進化させるオプションパーツがさらに充実。バケットマウスを持ってフィールドへ出かけよう。釣り糸を投げればわかる世界はつながっていること、地球は水の星だということ。今こそ釣りを始めよう。 X ブレイド。釣り人の休日を応援するエサ吉。今日は、僕はね、かかり釣りスタイルで楽しんでみようと思うんですけど、まあ、このかかり釣りのスタイルだと浮きの代わりにこの穂先がね、当たりとかを、取る役割をするんですけど、浮きがないのでしっかり棚を取った方がいいと思うんですね。ネットの底についたら油性のマジックで印してもらって、でこれで棚取り完了ですね。餌吉さんの、バクチョウ団子ですね、まあ、これぐらいのブロックになってるんですけど、まあ、粘りがあって餌も張り持ちがいいっていうかね、あの餌取りにも強い、まあ、ちょっと僕は表面こうね練り固めて、それではねバナメイビかけ方は、まあとりあえずこういうちょんがけ、これで1匹だとやっぱりね、ちょっとアピール力が少ないんで、2匹3匹ぐらい草掛け、これで大きいね、エビに見える。みんな頑張って釣ってください。はい、よろしくお願いします。頑張ります。はい、まず朝はね、僕と橋爪さんはかかり釣りスタイルで、で渡辺さんが浮き釣りスタイルで、ここがマーキングした位置なんで、まあ、ここまで、これで底付近なんで、まあ、この辺で先に集中してね、当たりを待ちたいと思います。当たりしっかり乗った合わせてからですね。早速ですね。さすが、さすがバナメイビ。まあ、かかり釣りスタイルで餌はバナメイビ、重りは3尾、ゆっくり落としていったら途中でしっかり食いましたね。さあ放流来ました。もういっぱい入りますよ。おすごい。放流の時はチャンスタイムのシマアジも入りますよ。シマアジ。いろんな魚が。お、これはイサキですね。たくさん入れてもらいましたんでね。頑張りましょう。頑張りましょう。当たってますね。あ、こっちも当たり。今これ加えとるですね。来ました。よいしょ、こっちも来ましたね。よし、ありがとうございます。よし、ダブルヒットです。そうですね。放流後、はい、一発ですね。
急に活性上がりましたね。ね、本当に、はい、僕はバナメエビで僕は爆鳥団子のイエロー。イエローで、はい、これまだまだどんどん釣っていきたいと思いますのでね、はい、よろしくお願いします。当たり、もう抜きますわ。よいしょ、大きなイサキ。ちょっとね浮いてきてたのでね、エビ落とし込んで一発で食いました。橋爪さん、この角度は2メーター半ぐらいのとこ。おお、うわっと、なんか食ったおお、立派なイサキ、大きなイサキやな。よう引きますいうことっすね。はい、またまたイサキ見えとる。サイトフィッシングって感じですね。見えとるところに餌、小さいバナメイリ置いとけば、小さいバナメイリ、小さい針で落とし込むといい釣果に恵まれると思います。浮き釣りをちょっと変更して、かかえ釣りスタイルで、シラサイズに一匹掛けで挑戦しようと思います。我慢我慢我慢。よし、お、渡辺さん当たりますか。お、はい、おめでとうございます。餌はシラサエビです。そして小さい当たりがチョントンってきて、ちょっと待ってから合わせたって形ですね。来ました。お、強い強い強いっすね。だいぶ下の方でしたね。はい、じっくり待って、伊勢屋が本気で作った団子です。当たりっす。タイじゃないかも。だ、マジっすか。団子なんすけど。団子っすか。団子、あ、島ですね。島橋や。持って帰って帰って帰って。はい、ありがとうございます。いや、で、爆鳥団子のイエローで島味来ました。何でも釣れちゃいます。いいサイズですね。来ました。お、連発ですね。連発です。また島味っぽいですか。お、これタイっぽいですね。あ、タイです。橋爪さん連発です爆鳥団子いい感じですね。はい、引き続き爆鳥団子で、さっきは島味でね、マダイと連発です。エサ屋が本気で作った団子です。ちょっとあのかかえ釣りから、あの釣り方を変えて、もう一回浮きに戻したいと思います。ビクビク動く波動を出すシラサエビのふさがけでやりたいと思います。仕掛けはね、簡単に糸を通してすぐにもう針とかも仕掛けもついていますもので、あの慣れてない方でも簡単にできますもので、おすすめの商品です。もう合わせなあかんて。やったやん。田辺さん、まだいいです。餌はシラサエビで、コーナーのまだい仕掛けで釣れました。釣り日は本当釣り日よりやねな。めっちゃええ日、ね。あ、これで合わせなあかんの。一瞬触るだけやね、うん、めちゃくちゃ引きます。かかり釣りの差をこういう楽しみ方ですよね。はい、ありがとうございます。やったー、ええ方。シラサエビ、大きめのシラサエビでね、引きました。ありがとうございます。ありがとうございます。
かよ。ちょこっと大きいね、素材工房江崎市のね、冷凍のあの大きい網を落とし込んでってちょっと誘い上げたら食ってきましたね。綺麗な魚です。放流ですね。大きなガンパンチ入りましたよ。いやー、大きな重い。お、しましまのが入りましたよ。今ね、青物の放流がありましたんで、銀平ちゃん、ね、これを使って少しね離れたところに餌を投入して、で 3B の重りを打ってちょっとこうカーブさせながら自分のところに引っ張ってくるようなイメージで狙いたいと思います。来た、ナイス、来ました。餌は、餌は銀ペース。お、慎重に慎重にやりたいと思います。カンパチですね。ナイス、はい、ありがとうございます。やったやった。放流の後ね、銀平ちゃんを泳がせてひったくるような当たりでしたね。はい、海上釣り堀原屋さんね、いろんな魚種入って楽しいですね。はい、今日一日お疲れ様でした。お疲れ様でした。かかり釣りスタイルと浮き釣りとやりましたけど、どうでしたかね。そうですね、まあ私普段からまあやってるかかり釣りのスタイルでまあやってたんですけど、棚を合わせるっていうのが非常に肝心なことかなと思いました。今日渡辺さんどうでした。ちょっと僕当たりは少なかったですけども、マダイはいいサイズが釣れて楽しめたと思います。バラメエビもね、今後、夏暑い時期に向けて海水温がどんどん上がっても、ずっと活かせる餌なんでね、皆さんいいと思いますんで、先日前店販売しております。海上釣り堀、レンタルボート、あとはイカダのかかり釣り、釣り釣りでもね、またねそういうのも撮ってみたいなと思いますし ね、 海上釣り堀はね、やっぱりこの今日楽しめた弁屋さん家族揃っていただいて楽しい釣りをしていただければなと思います。今日は本当に一日ありがとうございました。ありがとうございました。豊かなフィールドで釣りができる喜び、パーフェクションインフックスオーナー。海上釣り堀さだまるでは、美味しい魚を食べてもらうため自社生産の魚にこだわっています。高速インターからたったの5分、皆さんのお越しをお待ちしております。さだまる最高。